って。とりあえずピクニックやからご飯だけ食べて散歩して帰りたいと思います。さあ撮影はい、今日はピクニックデイキャンプみたいな感じなんですけどね、ワンズ連れてくると自由が何にも効かんからしょうがないよねとりあえずなんかいろいろ買ってきたんでこれ食べたいと思います。よいしょ、とお湯沸かすだけ、お湯沸かそう。よっくらヘッド、このテーブル良かったよ下ガタガタしとるけど、あ、これでいいかな。よいしょ、なんせパイルで打ち込まないとこいつらから手を離さないと私は自由にはなれないから、しょうがないとしょうがない、今日はテントも何にもなしやから気楽っちゃ気楽ですよね。よいしょ、もう台風来る言うてるもんね。なので今週は多分キャンプ行けないから、今日晴れてるし明日雨やし、先に行っとこうかなと思ってデイ的キャンプに来ました。とりあえずお湯沸かそう。こんなもんかな。よいしょ。とりあえずお湯沸かそう。よいしょ。下でいいよね。大きいな。なめこの味噌汁と、なんか、こんなもいいかなと思ってサラダ巻き、切れてる厚焼き卵あのファミチキ、ファミリーマート行ったからね、これでいいや。それとウーロン茶やっぱりウーロン茶なのね。よし、これでお昼ご飯食べたいと思います。いや意外と大変なのよこれワンコが自由にならないっていうのは。ああドッグサイト行きたいね。さあお湯もそろそろ沸いてくるので入れていきたいと思います。ちょっとひっそりと私はやりたいんやな。おいしい、あったかいのはおいしい。うんうん、なかなかおいしいじゃん。
卵焼き食べてみよう。うん、美味しい。まあまあ。満足満足。食べ終わったらお散歩行くからね。超ロング、多分8キロぐらい歩くと思うけど、頑張れ。座っときん、座って座って、その方が楽でしょな。ごめんな、さっきご飯食べるから。それでは撤収。遅いよ。はい、ちょっと休憩。よいしょ。およ。はい、ちょっと休憩。ああ、よう歩いたね。よう足か。そうだね、あんたたち。さあ。そろそろ帰るとするか。もうええ時間やし、もう夕方やしね。こんだけ遊んだらもう十分でしょ、あんたたちも。それでは帰りたいと思います。お疲れ様でした。